はい、スーパーマリオ RPG 続きやっていきます。前回クッパが仲間になったところだったっけ。で、3つ目のスターもゲットしたんだよね。で、残り4つと、結構ポン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 スターが手に入っていって言ってたんでちょっとびっくりしてるんですけど、まずは買う、あ、そうだ、カエルコインのあの全体回復のやつもらっとこうかな。あ、で、あとクッパの装備を整えたいのがある。買う。で、バッチーパンツ、これを装備させるでしょう、クッパ。これ最強じゃね。ちょっと匂うパンツで、武器はどうしようかな。コインっていくつある？ちょっと向こうで見ようか。あー、400もあるんだったらこれは買っといていい気がすんな。うん、あれ、そういえばワンワンって装備できたんだっけ。あ、ワンワン装備しないと。で、しかも、そうだそうだそうだ。レベル12でなんか覚えるんだ。へえ。編成で、いや、クッパの攻撃高いよな。あー、そうかそうかそうか。売れるんだ。買い売り売る。装備のノコノココーラ、まあ1個だけか。じゃあ買っとこうか。スーパーハンマー買うか。いや、これ買っとこうか。ハンドガン装備で、もうこれ買っといていいんじゃないかな。これ買っとくわ、妥協しない。まあでも、どっちかっていうと、ああ、でもそうか、ラブラブなパワーが溢れ出ています。ようわからんな。スーパーキノコを買っとくかどうかの問題か。まあ2個買っとくか。はい、そしたらストーリー進めようか。キノとナンシーが結婚式を始めようとしたら変な人たちが私たちを追い出した。キャー！あ？あ、ブッカ一号。おいおい、お前らまだここにいたんか。これからブッキー様の結婚式を取り行うので。あ、そういうことか。はいはい。あ、じゃあもう殴りかかりに行けばいいでしょう。あ、ここを通さない。亀が押しても通さない。裏口も通れないはず。じゃあ裏口が通れるってことか。こっちじゃなくてこっちとか。あ、いけね。あれ、いけないじゃん。写真家、コックらしき人たちが結婚式場の裏口に入ってきました。裏口って、あ、ここか。入れた。あれ、お、結婚式のためにケーキを作ってるの。絶対絶対食べてもらうの。今度の花婿はケーキを食べたがってるの。だから一生懸命作るの。殴りかかりに行こうぜ。待て、お前はマリオに似ているが扉は押さえているので亀でもヒゲでも入れないはずだ。故にマリオではないのかも。何か言え。え？ジャンプ？いやいや、本物かもしれない。ブッキー様に報告すべきかも。あ、開かない。とりあえず開けないとブッキー様に報告できない。ちょっとこっちへ来い。はい。これから一緒に走って体当たりしてください。お願いします。はい。走って体当たり。
体当たり、体当たりってどうやってやんの。あ、調べる。あ、いや一緒に走ってるけど。おい、行った行ったわ。タイミングめちゃくちゃ大事ってことか。うおー、めっちゃタイミングシビアだった。マリオ様じゃない、ブッキー様、マリオが来ました。来ましたと言われて慌てるような風呂の入り方はしておれん、おらん。とりあえず扉を閉めるべきだ。マリオ、マリオが来たのね。こっちを早く助けて。お、じゃあよいしょ、一回セーブしてボコボコにしに行きますか。もう通さない。でも亀とヒゲだと自信がない。亀、お、来た。クッパー、今度は我が輩のグレートパワーとお前の超弱っちいパワーでここを開けるのだ。あれ、あ、このタイミングね。お、来た、よっしゃ。痛い。あ、ない、靴と指輪とブローチと冠落としちゃった。ブッキー様、おお、ブッキー様、すまぬ。さて諸君、やっと花嫁と結婚式場に到着した今日この頃。ん、花嫁どうした。ん、目がかゆいのか。この水はしょっぱい。ブッキー様、花嫁は泣いてるかもしれませんよ。泣く、泣くとしょっぱくてまずいな、しごくまずい。しかしなぜこれほどまずいのだ。いえ、花嫁は飾り物を落としてしまった模様です。ははん、こんなまずいとケーキもまずい、マリオも来るとなおまずい。もう来てます。ブッキー様、早く冠を、あ、じゃない、飾り物を探して結婚式を進めるべきです。そのうち美味しいケーキも到着するかもしれませんよ。そうするのも悪くない。ではお前らで飾り物を探せ。ブッキー様、ブッキー様は右側です。花嫁が左側です。わざとやってみた。貴様らなぜ練習の時に言わん。あ、拾われた。ブッキー様、指輪見つけました。ブッキー様、ブローチ見つけました。ブッキー様、靴見つけました。ん、もう一つなかったか。冠が見つからない。さあ大変、ろうそくが全部つく前にアクセサリーを取り戻してフィーチを助けよう。早く助ければいいことがあるかもしれない。冠？フィーチに話せねえし。あ、冠見つけやっぱお前が被ってたんじゃないか。おお、飾り物だ。しかしよく見ない。でも俺は、お前はマリオ、ようやく邪魔しに来たように見えるが、この先僕が考えてない。マリオ来た、やっと来てくれたのね。ああ、なんだなんだなんだ。あ、クッパ？なんでクッパこんなところでマリオと一緒にいるの？まあ、我が輩にもいろいろ複雑な事情があるのだ。でも安心、マリオのそばにいれば安心ね。はい、いつものお礼よ。いつものお礼、マリオだけとはずるいぞ。今回は我が輩にも お礼をよこせ。ん？その戯れ方は誠に興味深い。僕も入れるべきだ。もう何が何だか分からなくなってきたわ。とりあえずマリオ、はい。あ、どういうこと。うん、このむっちりした感触、ゲー。あらあら、みんな仲がいいのね。マリオありがとう。さあ一緒にキノコ城へ帰りましょう。大臣が心配してるわ。お、ピーチも仲間になった。じゃあ帰ります。大変大変お待たせしました。なんだ、美味しいケーキが完成したの。早速届けに来たの。新郎新婦はどこ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 。あ、花嫁がいない、いない。花嫁連れてっちゃうの。そしたらケーキが食べてもらえないの。ああ、そんなのダメ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 。お、来た、ダメなの。あ、オッケーオッケー。いや、1ダメか。ダメなの。しっかりガードする。
じゃあ G のビームいっちゃいます。最大パワーで食らいなさい。ゼロ。マジか。普通に殴るか。ゼロ。何？恐怖の衝撃。グリ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 。どうだ？ね？ケーキにダメージ与えればいいかな。なんとなくそんな気がする。108ダメージきた。これファイアボール絶対入るでしょ。連打連打連打。ゼロ。マジで。100ダメ。ダメなの。これケーキだな、絶対。飛んで、ポカポカポカ。うん、なんだなんだなんだ。いたいた、いきなり何するの。コクチョ動いたの。今ケーキ動いたの。動いてないじゃないの。びっくりさせないでほしいの。おかしいの。じゃあ殴ります。ほら、150。ダメなの、ダメなの。ダメなの。ほら、190。動いたぞ、また。同じことの繰り返し。今度は何なの？今動いた。まだ言うの？ほんと僕嘘言わないの。どれ？ほら動いてないんじゃないの？動いた！逃げるの！僕が言ったの本当だった！え、こっからこの謎のケーキと戦うってこと？ん？ああ。普通に殴れと。オッケー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 。さあ、うわ、これ結構食らいそう。ああ、まあそうでもないか。俺は135。138。194。いいね。うわ、やばい。結構入るね。183に技いきます。これが強いでしょう。シューティングスターだったっけ。これは入るよ。1,2,300,400,500は入った。あ、まだ耐えてくるか。じゃあ一旦キノコで G の回復。あ、やばい、マリオやばい。あー、マリオ倒されたか。しょうがね。まだか。わー、やべ。わ、マジか。結構やばいな。あ、終わったかな。うわー、負けたわー。あー、普通に強かったね。スーパーキノコでマリオをまず回復。当たり出たのでもう一個スーパーキノコクッパに使う。あー、クッパ普通のキノコでよかったな。殴る。完結戦、オッケーオッケー。これでジーノとマロを交代させようか。入れ替えでマロ出して、オッケー、マロもいいダメージ入るよ。あ、倒したかな？あとラズベリーだけ？うわ、普通に物理強。じゃあ、一回これ、回復シャワーして、で殴る。完結戦が一番強いんだよな。殴る。お、マリオ戻ったな。
回復で殴る120、1でよかった。よし、なんだなんだなんだ、突然だからちょっと待つべきだ。何こいつは、武器様に食べられる大事なケーキ、勝手に食べては顔に泥を塗られてしまう。おい、イチゴ、美味しいケーキとはどれのことだ。武器様、武器様、あなたの足元に存在する物体が 70% の確率でケーキだと思われます。あはぁ、どう、ん、東大元暮らしはこのことか。さて諸君、これからが大変だ。どうやってこのケーキを食えば一番うまいか。武器は煮て食うのが一番いいと思われる。二号なんか言え。煮て食うのもとろりとしてうまいと思いますが、ケーキは一気に一口で食べるのが礼儀です。何、一口で食べるとおっしゃるのか。結婚すると一言で言うのは大切が、実行するのは命がけ。さあ武器様、神聖な儀式を始めますので、後ろに下がって口を開けてください。潰れるんじゃない。今の心境を語るなら、バンジージャンプの最中に紐をつけ忘れた時の気分に似ている。ケーキいきまーす。ちょっと待て、今ケーキのやつ動かなかったか。気のせいです。またもや脳裏に不安がよぎる。うわ、食った。うおー、想像をはるかに超える美味しさ。この気持ちを表現するためにとりあえず泣く。ブッキー様、おめでとうございます。無事結婚式は終了しました。翔くん、ありがとう。これで心置きなく帰るとしよう。おう、なんやったん。 G のレベルアップ、 G のレベル9、攻撃にしようか。んで、もう3目にあったらやっと助かったね、マリオ。さあ今度こそ帰りましょう。でも私は誰と結婚すべきなかと思う今日。あれやだ、でも誰とかしら結婚するのは。ピーチが仲間になりました。彼女を無事にお城まで連れて帰ろう。あー、じゃあもう地図からもう一気にブーンって飛んでけんじゃないの。しかも、ピーチも仲間になって、これフルメン？もう。早くもフルメンじゃね、これ。ピーチ HP 少な。多分だけど、魔法攻撃がめちゃくちゃ強い。一回装備見てみようか。攻撃80、防御48、守り、ん？魔法攻撃40、魔法防御40。あ、でもそうでもねえな。ピーチだけ明らかに弱くない？ 48。そうね、ピーチだけ明らかに弱い気がすんな。あ、で、地図でも戻れると。あ、戻れねえ。多分ここでイベントかな。一回セーブしちゃおうか。よいしょ。そんで、おっと、イベントマリオ。あのヒゲもじゃ今出てった。ということは結婚式ができるの。嬉しい。ねえ、昨日早く結婚式あげてスイートにとってもあったかいし、前旅行に行きましょう。そうだね。月並みだけどありがとう。皆さん結婚式を再開します。OK、行きましょう。結婚式再開。じゃあ、自分たちは戻ると。こっからなら戻れるんじゃね？戻れない。じゃあ、ルーラで飛べないなら、あれ？キノコ城戻ってきたっぽいぞ。戻りました。助けて来ました。マリオさん、おかえり。姫、ただいま。今回はマリオとお友達に助けてもらったの。早速大臣に知らせなきゃ。姫もマリオさんも大臣のところへ。もちろんよ。さあ行きましょう。おっしゃー。
大臣。姫が帰ってこられました。おお、姫。よくぞご無事で。みんなには心配かけてごめんなさい。でもマリオのおかげで無事元に、戻ってこれたわ。さあ、ここで話すのも何でしょう。上へ参りましょう。やったじゃん。マリオ、改めて言うわ。俺を言うわ。改めて俺を言うわ。本当にありがとう。でも話してくれる？なぜあなたがクッパと一緒に。クッパ？マリオどもが。またなぜクッパと。おお、またまたクッパ殿。クッパに変身して今度は何を始めるの？マリオ殿じゃない。クッパがいるぞ、目の前に。おや？ひえー、大臣。みんなも安心して、今回はマリオがそばにいるじゃない。そうですな。そうそう、クッパもそろそろ説明してちょうだい。あなたが言ってた複雑な事情って何なの？むむ、城が取られたなどと言えない。どうごまかそう。お、マロが逆に話す。逆にじゃない、代わりに話す。姫、クッパ、マリオさん。三人を吹き飛ばしたのは地響きの後、クッパ城の上空遥か彼方にあるスターロードを破壊してクッパ城に？おお、マリオ。と刺さった一本の剣だったのです。そしてクッパ城は、その剣の持ち主、カジオと呼ばれる悪者に乗っ取られてしまった。だから我が輩は今宿なし。違う、今から取り返しに行くところなのだ。が、マリオがどうしてもクッパ軍団に入りたいというので、しょうがなく入れてやったのだ。そんなこと言ってないぞ。大丈夫、わかってるわ、マリオ。で、こちらの方、マロさんはなぜマリオと。パパとママにふかふかしてもらうために、マリオさんのお手伝いしながら旅をしてるのです。僕はパパとママを探してるんです。まあ、それは大変。早くパパとママに会えるといいわね。で、こちらの方、ジーノさんはなぜマリオと。僕はカジオに壊されたスターロードの修理人。しかし、スターロードを直すためにはスターピースが必要。スターピース。そうです。どうやら、スターピースを集めてスターロードを直さないと、願い事の叶わない世の中になってしまうらしいのです。まあ、それは大変。なの。それは例えばピーチ姫がクッパに触られた時もマリオが助けに来てくれなくなるかも。それは我が輩にとって都合が良い。そのなんとかを集めるのはやめだ。そんなことになったらクッパ、あなたも自分の城に帰れなくなるんじゃないの？が、うん、マリオが来なくなる。我が輩の宿なし生活が終わる。マリオが来なくて宿がある。宿が来なくてマリオがある。ん？とにかくみんなの希望が叶わない世の中なんてごめんだわ。早くスターピース集めなきゃ。姫、まさか姫は一緒に行こうなんて考えてないでしょうな。この大臣やキノピオたちの心配の種、これ以上増やさないでください。そうね、ごめんなさい。ひとまず部屋に帰って休みます。ちょっと疲れちゃったみたい。お、それではマリオ、マロ、ジーノ、そしてクッパ、頑張ってね。おお、まさかの今回はクッパも仲間と。さて、マリオ殿のおかげで姫も無事帰ってきて世の中安泰だと思い、もしや、ひょっとしてこの前も城を襲ってきたのも。なんと大臣、また心配になってきました。姫を連れてきた、来てくれた上で、ずうずうしいとは思いますが、このカジオとやらを早くやっつけてください。大臣、三度目のお願いです。おー、彼女はキノコ城に残ることになりました。あ、そういう感じなんだ。もう一人仲間欲しいな。じゃあね、誰かこの中の強いキノピオを連れていけばいいんじゃないと思いたいが、なんだ、今度は誰だ。ん？ああ、ピーチ。あれ？
すごい傘の力。あ、ピーチもこれ仲間なんじゃない。またお願い、私も連れて行って。大丈夫、バーヤが手伝ってくれたから私がいないなんて誰も気づいてないの。さあスターピース探しに行きましょう。でもどこにあるのかしら、見当もつかないわね。マリオさん、こういう時は、こういう時は、あー、カエル仙人に聞いてみようと。じゃあ行きましょう、私も頑張るからよろしくね。おー、やっぱりピーチは再び仲間になりました。ついに揃ったな、最強のメンバーがオールレベル9。じゃあそのカエル池とやらに行きましょうか。ケロケロ湖か。教えてください。寂しいもんじゃ。おやつ食べて気分変えたいの。え、おやつないとダメ？マジで？それ探さないといけないんじゃない？一旦ちょっとこの最強お玉ドリンクを10個は買いすぎかな。なんだ、持ってきました約束のものを。あ、これのことか、コオロギせんべい。ああ、そうだそうだ。これやってなかったから。これで、ケロケロ湖に行けば話してもらえると。いうことやな。はい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 。はいはいはい。せんべい持ってきたぜ。そうなんだよね、忘れとったよ、コオロギせんべい。お使いご苦労さんね。それじゃあお立ちあげちゃおうかな。そうじゃ、わしがマロぐらいの年の頃使ってた杖をあげちゃう。杖、ケロケロの杖。お、で話してもらっていいかい。スターピースについて何か噂聞いてないかい。最新情報をキャッチした。星の降る丘に大きな星が降ったらしい。おお、星の降る丘。どこですかい？行ったことない場所には行けませんだけど、一旦じゃあここまで飛んで行って、北側か？この北側に星の降る丘。来たね。花に話しかけますと星の扉が開きます。花？あ。あ？これって？あ、外に出れるだけ。あー、そしたら？あ、この先か。はい。ここが星の降る丘、スターロードで星となった人々の願い事が流れ星になって地上に降りてくる場所。しかし、スターロードがカジオに壊されたためにまだ叶っていない願い事まで落ちてきてるみたいだな。さて、カエル仙人に聞いた話では、この丘のどこかにスターピースが落ちたらしいが、さあマリオ、4つ目のスターピース探しに行こう。お、こいつともなんかやばそうね、そんな。まずレオンから倒そうか。倒す。しっかりガード入れて、オッケー、120ダメージでか。うわ、93。そ
それはやばいって。うわこれやばいな。はー、これやばいな。アタックアップ。うわーこれ結構きついかもよ。73。うわ間欠泉使ってくるのかい。これはやべえな。うわ174。ピーチ出すしかねえ。あ、回復系ね。やべえ。クッパ頼りだけど勝てる気がしねえ。ゼロ。これやばいな。衝撃いけるか。おらおらおら、パーフェクト。お、倒した。よかった。ギリギリ勝てた。けど、だいぶきつかった。なんだこれ。ん？早く可愛い子供が欲しいね。うわ、なんか変なやついんな。全体回復いけるぞこれ。7、強っ。ピーチの全体回復めっちゃ強えな。うわ放電。やばい。いやー倒されたけど復活。結構極端なキャラが多いな。ん？なんかいるな。これこっちか。まあどうしよう、こっから次回にしよっか。ちょっとまだなんかありそうだもんね。はい、っていうことで一旦戻って今回ここまでにします。はい、ではまた次回です。お疲れ様でした。さよなら。